ボンジーやたまちゃんチャンネルです。今日は布ノッキン試してみたいけどちょっと高くて買えないなという方に朗報です。彼女が工夫を話してくれます。こんにちは。今日は布ノッキンの、楽しい使い方をお知らせしたいと思います。ですね、布ナプキンがちょっと高いわとかちょっと買えないわとか、あとは洗うのめんどくさくて、知ってるけどちょっと使えない使いたくない、どうしようっていう風に考えている方、朗報でございます。お家にあるいらない綿 100% に近いもの、もしくは綿 100% の布を T シャツとかでよろしいんですけれども、布ナプキン、ナプキンの大きさにチョキチョキ切ってみてください。はい、そして、下着に今まで使っていた、紙ナプキンを敷きます。はい、装着いたします。その上に布をカットしたものを乗せます。はい、それで下着を装着します。はい、それから、汚れました捨てます。はい、そしてまた新しいけどさっきの古着のチョキチョキした布を装着します。はい、汚れました捨てます。それを繰り返していただくと、なんとあなたはもう布ナプキンの世界にどっぷりハマっているかもしれませんよろしかったら試してみてください。はい、ありがとうございます。今日はここまで。チャオチャオ。